はい、どうもたけるです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。はい、もう2020年が終わっちゃいますね。早かった。今年特になんか早かったですよね。外で思い出作ったぞっていうのがあまりなかったりして、ちょっとね寂しかったりもしましたけども、それでもねこういった YouTube 活動はとてもね楽しかったなと思っております。一番大きかったのが関西弁だと思うんですよ。僕ね今までカメラを向けたら標準語っていうなんかねそういうスタンスでやってたんですけど、その感情をそのままダイレクトに伝えるってなると、普段ね関西に住んでるので関西弁で喋った方が本当に素の感情がそのまま伝わると思って、できるだけね関西弁を使おうという風に方針を変えました。なんかねその方が親近感が湧くよっていう風に言ってくれはった方もいてね。ただまだねやっぱカメラに向かって喋るとなると標準語になっちゃうことが多いんですよ。今年の秋からね関西弁を取り入れてたんですけど、まだね標準語が抜けないということで、来年はねもっと関西弁をお届けできたらなと思っております。僕自身はタケルっていう名前でやってますけど、チャンネル名をねタケプラスっていうのに変えたりしてね、いろいろとね大きい出来事がありました。ということで、今回は2020年のダイジェストまとめをねお届けしようと思います。今年はね動画の色味がちょっとねコロコロ変わっちゃったりしてるので、そこら辺もね注目してみてください。おー、ここテロップ進化してるぞとか、なんかねそういったところも合わせて見てください。ということで、今年1年の振り返りをお届けしようと思います。どうぞ。もうワクワクしているんですけども、あ、Thank you。 じゃんじゃじゃん。はい、 AirPods Pro です。ノイキャンをオンにするには感圧センサーを長押し。静かだ。わあ、わあ。これはやばい。さっき言ってた外部音取り込みやってみましょうか。はい、外部音取り込み。あ、つけてるんだけどつけてる感覚がないです。さて今回使うアプリはモバイルオーダーというアプリです。これを触るとセットコンビ単品と出てきますね。単品です。はい、受け取りました。商品受け取ったら商品受け取りましたというボタンを押して終了です。はい、ただいま帰りました。あー疲れた。休日だったらねこれ大活躍すると思います。さっきこれ変えたんですけど、今壁紙がこれです。じゃあちょっと画面を長押ししましょう。おー、猫ちゃんの動いた。これの仕組みなんですけど、ライブフォトという機能を使います。写真を撮りましょう。はい、ピコンって言って撮れました。じゃあこれ目つぶってますけど、前回の流れを簡単に説明しておくと、まずサファリで YouTube と検索します。そしてブラウザ版の YouTube を開いて PC 版の表示に切り替えます。その後再生して閉じて、コントロールセンターを開いて、もう一回再生ボタンを押すと再生されるよっていう流れでした。じゃあなんか再生しましょうか。これでホーム画面に戻ります。コントロールセンターを出して再生変えることができます。流れてますね。バックグラウンド再生ができるんですよ。パーって言わんといてくださいね。今回は What's in my bag、 僕のカバンの中身を紹介していきます。バックインバッグっていうのを使ってます。それがこちら、リヒトラブさんのバックインバッグです。メガネですね。僕目がめっちゃ悪くて、もう 0.2 ぐらいかな、 0.1、0.2 ぐらい、こんな感じになります。あんまり似合わないです。スタンプって自分で作れるの知ってましたか？めっちゃ簡単に LINE スタンプを作る方法を紹介していきます。じゃあ、はい、素材を取っていきましょう。今回はじゃあ僕が写ったものをスタンプにしていきます。取ってきます。これを選択して送信。はい、どうですか。ほらスタンプになってますでしょ。スタンプ遊び相手が欲しい。
ホーム画面に空白を作る方法があるんですよ。これ実はですね、空白の部分を長押しするとアイコンがあるんですよ。背景に応じた、色のアイコンを用意して、それを配置することによって透明になってるように見せるよっていうやつです。ね、そんなケーブルの悩みを解決するものがなんと無印良品に売ってたんで、そちら紹介していきます。それがこちら。なんかね、普通のプラスチックに見えますよね。こちらケーブル収納ケースになっています。ここになんかくるくる回せるやつがあるの分かりますか。これでケーブルを巻き取るっていう仕組みです。190円です。1個190円。あとここ回すだけです。よいしょ。まあこんな感じで巻き取ることができました。潰れやすくないですか。故障しやすくないですか。特にこのスティックの部分がね、すごい壊れやすいんですよね。そこで今回、紹介したいものがありますので、見ていただきましょう。それがこちら、ポリパッドと呼ばれるものです。3000円です。だいたい3000円で買えちゃいます。無線じゃなくて有線だからその分安くなりましたっていう感じです。でほら、こんな感じでちゃんとプレイできてますよね。全然遅延もなく動いてますし、オリジナルのポップソケットが作れるっていうのを知ったんですよ。ということなので、ちょっと今回作っていきましょう。おー、ほうほう、なるほどね。ではまた届いた後にお会いしましょう。バイバイ。はい、注文してから8日が経ちました。この飛び出た部分が外れるタイプのやつにしたので、土台の部分と蛇腹の部分両方とも黒になってます。はい、オリジナルのポップソケットができました。無印のナイロンメッシュバッグっていうやつです。まあね、中にポケットもあるんですけど、ちょっとこれ後で見ましょう。こんな感じで2つポケットと小さいポケットが3つっていうね、分かれていまして、で真ん中結構大きく開いてますよね。でナイロンっていうところで言うと軽い、基本的にバックインバッグっていうのは重くなっちゃったりしがちなんですけど、ナイロン素材なので本当に軽い。こんにちは。今京都の宇治へやってきております。で僕が頼んだのは生茶ゼリーの抹茶、抹茶ゼリー、抹茶アイス、白玉、小豆が乗ってます。白玉もパクリ、美味しい。ごちそうさまでした。 iOS の最新のアップデートが来ました。その名も iOS14.14 です。ここで配置します。おお、そう、横長のやつはアイコンで言うと 4×2、 それだけ消費する形になってます。さて、もうワクワクしてるんですけども、届きました。はい、ということで今回見ていくのはこちら、 Apple Watch シリーズ6です。よいしょ、出た。外観に関してはほとんどシリーズ4から変化はありません。え、早くない？はい、 98% です。いいですね。 YouTube のアプリからバックグラウンド再生ができるので、いつもみたいに比較的快適に見ることができるんじゃないでしょうか。その他というところを押します。 YouTube PNP というのが出てきます。すると、はい、画面が切り替わって、あら、もうピクチャイピクチャできちゃいました。まあね、僕10月の9日が誕生日ということでして、プレゼントでいただきましたマウスがあるので、そちら紹介します。それがこちら、じゃん、ロジクールの MX マスター3。 全体的にマットなデザインとなってまして、今回選んだ色がグラファイト、黒に近い色ですね。ちょっと硬いなって感じがしたので、ちょっとね、関西弁を交えながらね、これから投稿していきたいと思ってます。はっと、第1問、2013年に発売されたiPad 第5世代の正式名称は何でしょう。 iPad Air。 ね、はい、さてさて、タイトルの通りです。この箱、はい、ヨドバシ .com、この中にですね、あれが入ってます。開けましょう。おい、はい、 iPhone 12 Pro です。来たー、せーの、じゃん。わかるでしょうか。フラットでしょ、角が出てるデザイン、フラット、曲線のデザインではなくてまっすぐなフラットなデザインです。今使ってるドコモの 4G の SIM は iPhone 12 Pro 5G 端末に入るのかと出し込みます。よいしょ、出てきました。
SIM カードが入ってます。そして iPhone 12 Pro はここですね、左側面の下にあります。よいしょ。お、 iPhone アクティベートされました。できた。 4G 立ってますね。電波出てます。これでですね、新機能のフリートっていう機能になります。まあ、簡単に言うとインスタのストーリーみたいなものです。インスタみたいという文章を入力しました。そして右上のフリートっていうところを押すとフリートの投稿ができるようになります。今回ね、この iPhone 12 Pro のカメラについてお話ししていきたいと思います。結論から言いますと、12 Pro のカメラやばいです。はい、 iPhone X の写真です。 iPhone X でパスタを撮りました。じゃあこれが12 Pro になったらどうなるのか。ドン、全然違うでしょ。どうもどうも、たけるです。今日は愛知県へプチ旅行へ行ってきます。アイフェイスリフレクション、はい、ハマりました。いいなこれ、これめっちゃいいな。結構ね、最近の iPhone カラーバリエーションが増えてきたので、 iPhone 12とか iPhone 11とか使ってる方はね、 iPhone 本来の良さを楽しむことができるんじゃないでしょうか。はい、 MacBook Air です。今回購入した MacBook Air は最小構成ですね、一番下のモデルになります。いきます、せーの、よいしょ。早っ。で、今ね結構動かしたでしょ。バッテリー見てください。 100% なんですよ。これどういう仕組みなんでしょうね。バケモンです。はい、長くなりましたけれども、見ていただきましてありがとうございます。来年はね、もっと成長した姿、成長した進化したタケプラスをね、お届けできたらなと思ってます。あとね、サブチャンネルの方も更新できてないので2021年はね、サブチャンネルもね、ちょっとしっかりね、稼働させて、なんかね、オフの動画も上げられたらいいなぁと考えてますよ。普段の動画のコメントとかもね、お気軽に送ってください。めっちゃ嬉しいので、ぜひね、普段の動画でコメント残してもらえたら嬉しいです。そして、登録ボタンの隣にあるベルボタン、ベルマークもね、押してもらえたら、僕が動画を上げたら、その通知が行くようになりますので、そちらもね、合わせてぜひお願いいたします。いやー、本当に1万人行きたいですね。楽しくワクワクしてる僕を見ていただきまして、なんかね、少しでも、笑顔になってもらえたらなとか、普段発信してる情報でね、お役に立てたらいいなと思ってますので、来年も何卒よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。では皆さん、良いお年を。バイバイ。